ベトナムの皆さん、こんにちは。日本インテリアデザイナー協会の酒井浩二です。ビマークベトナムデザインウィーク2022開催おめでとうございます。グローバルなイベントとして人気の高いビマークのイベントに日本から参加できることを光栄に思います。今回のテーマはデザインフォーライフ。 COVID-19 の影響で社会が大きく変わろうとしています。グローバルで多様な時代の空間デザインにおいては、デザインフィロソフィー、挑戦、問いかけ、時のクオリティ、共感、ソーシャルディスタンス、サスティナビリティなど多方面の要件をまとめ上げ、力強いデザインで新しい方向性を見出すことが求められています。同時にこれからの時代に即した空間には暮らしのヒントが見え隠れし、刺激的であることも要求されています。この状況の中、空間のデザインの世界でも新しい空間の模索が始まっています。このグローバルなデザインアワードであなたの作品をぜひ紹介してください。それでは来年のデザインウィークでお会いできることを楽しみにしています。